戦いくぜ。おう、チェンジソードセット、レッツゴーオン。銃口、フライズの TV。 こんにちは、ということでやってまいりました。本日も古原やすしさ TV よ。はい、ということでですね、皆さんお待ちかね、今日もですね、フラレスサ TV レジェンドコラボ会でございます。はい、ということで今日ですね、来ていただいたのはこちら、ブルービート海拓也役の土屋大輔さんです。土屋大輔です。どうもー、ご無沙汰です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、めっちゃ嬉しいっす、本当に。土屋さんありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。はい、で、土屋さんとの縁はですね、実は僕が事務所フリーになった時にもうすぐに声をかけていただいたんですよね。それは土屋さんがその仕事をですね、まあ、振っていただくというか、そういった立場で、まあ、僕に声をかけていただいて、それで初めてお仕事させていただいたっていうのが縁ですよね。ね、そうそうそう。だからツイッターに、そう、フリーになりましたみたいな書いてあってね、はい、そう、え、マジみたいな、ちょっと連絡先教えてみたいな。あの時ありがとうございました。ありがとうございます。いや、めっちゃ楽しかったんですよ。もう本当に土屋さんって、もうその時は初めてだけど、あんまり初めまして感っていうよりかは、もうなんかもうずっとなんか頼ってたお兄さんみたいな感じで、不安になったりとかするじゃないですか。だって初めての現場だし、知り合いが全然いない中で土屋さんを見て安心するっていう、なんかこの感じ、めちゃめちゃ、だから俺困った時土屋さんにめっちゃ目線送ってましたもん、普通に。アウェーなのかホームなのかみたいなね。そうそうそう。いやー、でもでもね、そう、俺はい、頑張ってみたいな。いや、もう本当にね、しかもその前の打ち合わせとかでもフラークも全然ね、緊張しなくてもフラークらしさでやってくれていいからみたいな感じで言ってくれて、本当にあの時はもうね、助かりました。いい、ありがとうございます。はい、で、まあ、今回ですね、もちろんあの B ファイターのお話というか、うん、まあ、そういったところもお聞きしていきたいなというふうに思うんですけれども、はいはい、あれ何年前ですか。いや、28年前。そう、1995年だからね。おお、すごい。まあ、じゃあ、あと2年で30周年ですか。そう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 、今だから大レンジャーが30年、うん、あ、そうですね。そうそうそう、で、各レンジャーが29年、はい、で、 B ファイター28年でございます、はい、ということなんですけれども、はい、28年おめでとうございます。ありがとうございます、はい、で、まあ、当時のタクヤって、うん、まあ、正直もうめちゃめちゃもう高青年というか、ね、学者で高青年で、でももう真ん中分けの、なんなら多分今流行ってる感じの男の子ですよね、あれ。ツーブロックね。そう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 、ね、一回りして2ブロック今流行ってるですよね。ちょっとマッシュな、マッシュルームな感じで、だ今割とマッシュルーム系男子が流行ってるって言うんで、多分今あのタクヤが出てきたらめちゃくそモテますよ。っていうか、そもそもね、タクヤってめっちゃモテてんの、そもそも。そうじゃなくても、まず劇中の中でもうララっていうあの女の子、そう、が最後ね、タクヤとなんかちょっとメロドラマみたいな感じでこの手をね、こうやってなんかこうやってね、やるシーンがあって、一回ね、その自分のね、命のパワーを使ってブラックビートからね、あのタクヤを助けるっていうシーンもあったりだとかして、そこでちょっと恋芽生えるのかなみたいなシーンがあったりだとか、あの成人のあのあれなんですよ、自分の星に帰りたいがためにね、あのブルービートのあのこの武器、そう、あれをあの敵にね、ジャマールに渡しに行っちゃうんですよ。でもそれを咎めないの、なぜならタクヤは自分の星に帰りたいがゆえに負けてしまったんだろうって、だから僕はそれを責めないよみたいなスタンスで、めっちゃ感動するんですよ、あのシーン。いや、よかった。もう本人よりよく分かってるわね、あのシーン。すごい、すごく僕大好きです。はい、監督が沢井慎一郎監督という、はいはい、そう、乃木くんの墓とか撮った、あ、そうなんですか。そう、もう巨匠が来て、はい、そう、もうめちゃくちゃダメ出しをされるという、そうなんですか。めちゃくちゃダメ出しされたんですか。めちゃくちゃダメ出し。でも俺なんか役者が全然やってなかったからね。デビューですか。そう、ちゃんとしたやつはね。そうなんですか。そうそうそう、まあ、大レンジャー、核レンジャー出てますけど、はいはいはい、僕はほぼ喋ってない。あ、そっか、そういった意味では確かにそういうことか。いや、沢井さんがね、本当に怖くて、はい、そう、だから本当、ただの大学生だったのよ。そう、一応事務所とか入ってたけど、芸能の仕事やってたけど、はい、全然喋ったことないぐらい。そう、だジュノン、まあ、ごめんね、ジュノン、はい、こう見えて一応ジュノンボーイなんです。お、ジュノンも、はい、ちなみにちょっと どこまで行ったのかをちょっと教えていただけると。いや、僕はあの第5回ジュノンスーパーボーイコンテストの準グランプリです。おー、準グランプリ。あれ、準グランプリってうちのエビちゃんも準グランプリじゃなかったっけ。うちのエビちゃん、
うちのブラックだった気がする。そうだからジュノンで特撮ヒーローは俺最初なの。え、そうなんすか。そう、うわ、元祖元祖、うわー、なんだか登竜門みたいになっちゃって ねすごいですね。そう、え、じゃあもうあれじゃないですか、そこ道を作った人じゃないですか。そう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 、そう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 オーディションとかの話になっちゃうけど、はい、熱血じゃないのよ。あ、熱血なんだけど肉肉しくないというかね、うん、そうですね。そうそう、それも大作に託して、うん、そうそう、だからね、オーディションレッドの、まあ、主役のオーディションとか行くと、はいはい、みんなタンクトップで、はいはい、そうピチピチで、よろしくお願いしますみたいなやつらばっかりで大作もゴリラでしたもんね。そう、本当にね。そうで、俺が普通にシャツでいるの、はいはい、オーディションにその頃なんかね、ジーンズになんかワイシャツみたいなの流行ってて、はいはい、そうそうそう、はいはい、それがたまたま刺さって、いや、めっちゃ良かったですよ。そう、オーディションの時とかさ、はい、自己紹介とアクションヒーローどうぞみたいなみんなさ、なんとかでスポーツみたいな、はい、で、バク転とかさ、ギャン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 って赤出したみたいな、やるじゃん。で、俺全くやったことなかったからそう、もうね、どうしようみたいな。で、もういやでも今めっちゃ様になってますけど、これをね、やり続けるあ、結構ですって言われるまでやるみたいなでもそのなんかちょっと真面目さが変われたんでしょうね、それね、めちゃめちゃなんかね、もうこれだけ、これだけですよ他はみんなシャドーボクシングになったりさ、これで受かったんですね。そう、やっぱ最初受かった、はい、その体育館にやっぱ3人集まって、はい、アクションゲームがあって、そう、もう座って立って座って立って、はい、座って立ってをずっとやらされるの。うわー、昔、そう、昔もう座った、そう、ずっと、もうずっと、へー、階段降りれないぐらいまでパンパンになるまで、うわー、きつい。でもこれがね、結構やっぱ効いてですよね、うん、そうそう、立つね、やっぱ立ち方とか覚えてるというか、はいはいはい、そう、うん、シャドウの時の戦いの時とかも割とずっと自分、うん、ご自分でやられてたりだとか、ずっとやってた。そう、あとはなんか配管を飛び越えたりとかしながら戦ったりとかしてたじゃないですか。やった、うん、俺こう、うわ、これやってると思ってそう、そうですよね。うん、多分でも、うん、やらされたね。でもなんかめちゃめちゃ上手ですよ ね、なんかすごく立て、いやー、全然いやいや、めちゃめちゃ上手でしたよそれはね、多分ね、アクション監督武田さんがうまいのと、カメラマンの瀬尾さんがうまいっていうね、いやー、もう2人のおかげでございますよ、これも、うん、でもめっちゃかっこよかったです、本当に。なんかでもね、なんかすごいハイスピードとかで、こうバチンズとバチヤーみたいな、はいはい、ああいうのをね、多様化してくれて最初だから、顔合わせがあって、うん、さあ、じゃあスタジオで、はいはい、ステージで撮影しましょうって言った最初のステージでの撮影は、変身シーンで全身白タイツで、あ、え、白タイツ、あ、そっか、ここ全部あれだから、オープニングのガガガガみたいな、ガシャンみたいな、あれ、はい、あ、そう、あの白い全身白タイツを最初3人で撮るっていうね白タイツだったんだ。そう、そっか、イントレの上乗って、そう、あの時は拓也、レイ、大作の、ね、そう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 、3人ですもんね。そう、まあその変身ポーズをね、うん、選ばれたばっかりなんだけど、まあこれあるあるではあるんですけど、うん、一瞬で編み出す拓也、うん、ね、そう、屋根の上こう行ってあれ屋根の上でブワサーってそうしかも最初結構なんかこういうのありませんでした。あったあったあった、ね、うん、あれなんかちょっと途中から結構省略、そんな感じですよね。なんかね、シューンやって、はい、シューン重工みたいなやつだけど、ですよね。そう、もう最後の方はもう重工みたいな、あんまなんかやってたかですよ、最初やってましたよね割と多かったみたいな、やってたね、やってましたよね、うんうん、イメージですけれども。そう、じゃあ圭介さんとのこの共演のエピソードをちょっと聞きたいんですけど、うん、あー、もうだから圭介とはね、であいつが先輩だからね、はい、そうそう、大連で最初はそうですよね。そうそうそう、はい、カブレンジャー双子でやって、うん、そうそう、で喋るのは大体圭介だったんで。あ、そうなんですか。そう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 、へえ、言っちゃうと大レンジャー偽数ね、はい、そう、偽物だけどセリフは圭介がやってるからね。あ、そうなんですか。そう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 、あ、そうなんですか。俺アフレコ現場行けないの。え、そうなんですか。そうそう、圭介が二役やってるの。マジっすか。そうそう、うん、うわ、それ面白いっすね
そう、北方の大レンジャーでは言っちゃうと、BY タイの時もそうだけど、ケイスケと事務所違うのよ。え、あ、そうなんですか。そう、双子なのに事務所違うの。えぇ、そう、もうみんなに制作さんからめんどくせえな、めんどくさいですね。そう、事務所い、ね、2冊送られるのに、なんかまだ別々に、ね、確かに、すいません。そうなんですか。そう、別々で、だから全然別の活動してたし。そうそう、あいつも役者の仕事して、はい、俺はただの大学生だったからね。そっか、そうそうそう。え、これって、うん、いつね、このケイスケさんって決まったんですか。あ、だからね、いや、最初から決まってなかったんだよね。ですよね、だって最初って、もう全然人が違うじゃないですか、そもそも、うんうん、そう、最初の頃全然知らなくて、俺が偽物がケイスケで出るよって話が知らなくて、はいはいはい、そう、でもクローン人間じゃん、シャドウ、はいはい、そうそう、シャドウ界になってもうケイスケだっていう話は確か聞いてた。じゃあその前の最初のブラックビートの変身前もちょいちょい出てくるじゃないですか、うんうん、あれとかってケイスケちゃんやってないですよね。やってないですよね。あれは二郎さん。あ、二郎さんなんですか。うわー、そうそう、熱い、マジっすか。そう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 、はい、1回だけ高岩さんやってるんだよね。いきなり顎がシュッとする。マジっすか。1回だけ。そうなんだ。そうそうそう、うわー、これ貴重な話ですね。でも最初のあのシャドウとの顔合わせるシーン、うん、めちゃめちゃもったいつけるじゃないですか。そう、こうやって見えるかなと思ったら急に高岩の顔になってっていうのがあって出てくる。あの、みんながそう、あれ一瞬止まるなんすか。一瞬みんな止まるじゃないですか。あれ大好きなの。あれ面白いですよ、大好きね。そう、めちゃめちゃおもろかった。女の子もそう、敵まであれ好き、あれ面白いですよ、あれ好き、あれ、ね、そうそう。いやでも、ね、あれ出てきたとぐるぐるぐるじゃーんみたいなね。そうそう、決まったのは割と後半。あ、そうそう、だからシャドウ出てきた時にケイスケって分かってるけど、ケイスケは呼ばれてなくて、はいはいはい、で、やっと、やっとこの帽子を取るっていう、はいはい、あそこでケイスケ初めて出る。あ、そう、ブラックビートはね、結構先に出て、そう、そうそう、で、声だけはもう普通にサクヤさんがやってたのね。でもね、そのブラックビートが出てきて、さらにちょいちょいね、なんかその設定が分からないなって思ったのが、要はケイスケさんが、うん、シャドウがね、うん、そのタクヤをガッて手で切りつけた時は、うん、めっちゃお互いがうわーって言うのに、う、他の時はなボコボコにされるんだよ。あれ普通殴ってたらうわーうわーおーみたいになるじゃないですか。そうなの。あれなんでならないですか。からない。あれなんでなんですか。途中からどっか行っちゃったね。途中からそうですよね。あれ所長が結構現場に顔をちょくちょく出しすぎなんですよね。で、その所長が来るからピンチになることも多々あるんですよ。割とありますよね。笹野さん。ねえ、ね、所長が。そう。笹野さんはもうでも本当にすごい方だからね。いや、すごかったです。すごい。うん。そう、笹野さん休憩中にニートラ踏んで、はい、前宙とかを練習してたのよ。で、ってなって。はい、そう、え、なんでそんなできるんですか。でもその時42歳なんだけど、あの B ファイターの時42っすか。あの、え、そうそう、そしたらまあ昔こういうのよくやったんだよ、はいはい、で、はい、そしたらそれを日傘プロデューサーが、はい、そう、あ、じゃあ笹野さんが変身しますみたいな。向井だっすか。そうね、向井だ。そうなの。向井だ。いや、これもやばいっすよ、向井だ。あのね、笹野さんはあの自分が昆虫の力がないから選ばれてもないし、だからそういうやつじゃなくても戦えるのを自分でずっと研究をしてた。で、それで向井だって出てくるんだけど、途中でボコボコね、あの部品が外れまくって、最後ここ銅だけ、銅以外は全部なんかもう出ちゃってるみたいな。あれほんとひどい。あれめっちゃ笑いました。めっちゃね。そう、でもあの回そうだよね、石井さんは。そうね、なんか昔の若い頃のそう、カツラがもうひどくて、もうね、分け目から分かるやつ。そうそうそう、笹野さんさすがだなみたいな。いや、面白かったですね。いや、最高、ね、大好きなの。自分の中で切ないけどめちゃくちゃ好きないいシーンだったりとかってありますか。でもやっぱ最後の戦ってね、ブラックビートが、まあ、シャドウが炭になって消えてく。はい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 。その後俺も倒れて、はい、舞ちゃんと大作が、あと笹野さんが、あ、向井さんが、そう、拓也拓也拓也
みたいな。もうね、あれは俺こう寝て待ってんだけど、すっげえ冷たい岩の上でこう待ってんだけど、うん、もうね大号泣してんだよもうで、みんなのもう現場も結構今そのシリアスな感じでさ、みんな涙待ちみたいな、はい、そう、はい、ちょっとお待ちくださいって、うん、かなえさんとかが気持ちを作って、はい、お願いしますみたいな感じで来て、うわーなるんだよねかなえさんで、もうそれをチラッとチラッと見た瞬間、うわーあー、泣けるで、まいちゃんも、ね、気持ち作って、はいはい、タクヤチラッと見たら、うわーで、向井さんの番になって、向井さんもチラッと見たら、なんでなんだ、なんでなんだそこはそこは、すげー芝居してるなみたいなそう、あれでもね、本当に感動した。ちょっと聞きたいです。何何、これ、レイさんは、うん、ね、これも言える範囲にいいんですけど、はいはいはい、なんで交代しちゃったんですか、あれ。多分、うん、南米支部に呼ばれたから。いや、そう南米支部に行ったのは南米支部に行ったのは知ってるんですけど、急すぎやしませんか。一応でもその後アフレコとかありましたもんね、なんか手紙の、あーね、声が残ってて確か、あ、あれはね、うん、違うから。え、あ、違うんですか。マジっすか、うん、あ、気づかなかった。そう、あ、そうなんすか、うん、知らなかった。それ結構有名っすか、もちろん。どうなんだろうね、でも声変わったからね。あ、そうっすか、からね。あ、そうそう、でそのうち大作と拓也とレッドルの3人芝居が始まる。確かに確かに、あ、始まったそう、レッドル、おお、変身後なんだみたいな。変身後ありましたね。そうそうそう、そっか、そう、君さんと、そう、3人で芝居。そっか、もうあれはじゃあもうレッドルのためのってことなんですね。そう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 、なるほどね、うん、もうレッドルの、心がもう南米支部行っちゃったからね。なるほど、そういうことだったんですねそうそうそう、はいはいはい、そこで出てくる2代目のレッドルですよね、舞ちゃんね。舞ちゃんがこれまたすごくて、そう、かなえさんとどんな子だろうねみたいな、またモデル出身かなみたいな、あ、どうみたいな。アイドルっぽいですけど、アイドルの方ではないですか。じゃない、あ、違う、めちゃめちゃ今風の顔ですよ、なんかあの時代の顔というよりかは。どっちかって言ったらレイさんは、うん、ほらなんか、あ、そう、ね、シュッとした古風な和風のね、感じ、日本美人っていう感じ。そうそう、だクォーターだからね、レイちゃん。あ、そうなんですか。そうそうそう、で、舞ちゃん来たらなんか割と今のアイドルみたいな感じで入ってきて、あ、そうだ、あの当時にしてはちょっといなかった顔ね。ですよね。でもどうなんですか、やっぱ舞ちゃんが入ってきた時とかって、うん、まあ正直そのどうな感じ、正直な感じですか。いや、だからぶっ飛ん、いや、ほんとぶっ飛んでんなみたいな。ですよね、超ドアカじゃない。いや、そう、いや、だからちょっとね、 B-Fighter はちょっと重いのよ、うん、最初の方で結構ね、うん、そうそう、社会派な、ね、テーマがあったりとか、うん、そう、自然破壊だとか、そうで、そこにすっとんきょんな、うん、おお、バカなのみたいな確かに確かに、そうそう、いいバカですよ ね、めちゃめちゃ明るい、そうそうそう、明るい、そうそう、だからあれね、随分みんな明るくなれたし、よかったよね。うん、そう、うん、どうしてもね、戦隊もの、ね、隠れんじゃーとか、うん、結構バカじゃない？はい、バカですね、バカですね。そうそう、で、メタルヒーローの方がやっぱ結構社会テーマみたいなしょったりね、うん、そうそう、ジャンパーソンとかもさ、うん、あんまり詳しく見てないけど、はい、そう、だからあの子さ、そう、案外ポカーンと天然っぽいことやりながらもちゃんとやるのよ、いい芝居するのよ。そうなんですか、なんか見てる側は、うん、ほんとそのままって感じではあったんですけど、うん、違うんですか。ほんと女優魂あったしね、すげえよかったよ。そう、そうなんだ。大体みんなほんと根性、やっぱ根性ないとできないじゃない、あの作品って、はい、そうだからね、よかったね、やるときちゃんとやってたもんね、うん、ちなみに僕たちは、まあ、ヒーローショーとかあったんですよ、うんうん、ヒーローショーとかってありましたか。そう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 、あのね、B ファイター終わった後に後楽園がスカイシアター、そう、あ、スカイシアター、野劇、そう、あ、当時はまだスカイシアターじゃないない、そうそうそう、あれはメインはオーレンジャー、はい、で、B ファイターもどうですかって言われて、はい、俺がもうね、大学復学をしてて、はい、あんまちょっと行けないって話になって、あー、なるほど、そうそう、で、ごめんなさい、で、他の2人も別の仕事がちょっとあってごめんなさい、はいはいはい、で、B ファイターからはケイスケが行くの。そう、これちょっと聞きたいんですけど、 B ファイターやってた時期って、うん、オーレンジャーとうん、どかぶりですか。
どこぶり、うん、どうなんですか、じゃあその応連のメンバーとかと、それこそシドさんとかも多分古い仲だと思うんですけど、うん、今でも連絡は取ってるんですか。はい、キングオージャーということで、そう、これ昆虫戦隊の大先輩として、うん、昆虫戦隊で、うん、要は真ん中がクワガタっていうところに対してどう思ってるのかなっていう、そこに対してやっぱり、ね、カブトムシじゃないですか、うん、実はキングオージャー界隈、うん、昔からの特撮ヒーローの人たちの中でこれいつかこれ甲斐拓也来るんじゃねえのみたいな、いやいやいや、チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。